65個のメダル、そして185の入賞、これはまさに皆さんの長年の努力の賜物であります。リオにおける皆さんの毎日の活躍は私たちに本当に感動を与えました。2020年、いよいよ私たちが世界に感動を発信する番になります。アスリートの皆さんが最高のコンディションで思いっきり活躍できる世界一の大会にしたいと思っています。